は、始めさせていただきます。途中動画などあるんですけど、もしかしたらオンラインの方聞きづらいかなと思うんですが、申し訳ございません。私は、社会の中でロボットと暮らすにはというタイトルで発表させていただきます。で、初めにちょっと会場の皆さんにお伺いしたいことがありまして、Zoom の皆さんもお伺いしたいんですけれども、ロボットとお出かけという世界をなんとなく想像できるとか見たことがあるとか、そういった方っていらっしゃいますか？2人ですかね。3名、ありがとうございます。4名、ありがとうございます。ごめんありがとうございます。それって現実 SF の世界で見たことあるという方、現実の世界で見たことあるという方、いらっしゃいましたね。ちなみにどちらで？研究室で、ボストンダイナミクス、今はヒョンデですよね。ヒョンデのロボットのスポットを見たことはあります。ありがとうございます。なるほど、スポット、犬型のやつですね。はい、ありがとうございます。このロボットとお出かけというところで、ちらほらもうその世界知ってるっていう方いらっしゃったと思うんですけれども、今回私はこのロボットとお出かけというところをテーマにお話しさせていただければと思います。次に行かない、ちょっと待ってください。続きでちょっともう一回パワーポイントを立ち上げております。すみません。できました。すみません。で、自己紹介を簡単にさせていただければと思います。私もともとロボットに詳しいわけではなくて、音楽大学の卒業生です。で、修士課程で慶応のメディアデザイン研究科というところにちょっと音楽の外の世界を見まして、で、会社員をしていました、しばらく。でその会社員時代にロボットペッパーを購入して、56万6640円でした。で、現在は慶応のメディアデザイン研究科で、博士課程で人とロボットの研究というものをしながら、大阪音楽大学ミュージックビジネス専攻の、という専攻が今年の4月に立ち上がったんですけれども、その立ち上げと今そこの専攻の助教をしています。なので学生やりながら先生をやっているという不思議なちょっと経歴になります。でですね、2014年11月7日にペッパーがうちに来たのがこの全ての始まりです。でこれうちの家族の写真なんですけれども、こんな感じで結婚記念日、このうちの両親の結婚記念日などはこのような形で一緒に食卓を囲んだりしています。でですね、タクシーに一緒に乗ろうとしたりですとか、あと電車に一緒に乗ったりですとか、で旧幹線ソフトバンクホークスをペッパーと一緒に応援したりですとか、今では当たり前なんですけどね、この頃は初めて球場にペッパーが来たと言われました。で、ラーメン屋さんに行ったりですとか、あとはお墓参りをご先祖様に一緒にしたりですとか、そんなことをしています。でそんなことをしているうちにですね、ロボットの社会性ということにすごく興味を持ち始めまして、私はその家族のような存在になったペパタンと呼んでるんですけど、このペパタンと社会の中で一緒に暮らしたい、でも今の社会ではロボットと街中に出ることがとても大変だなと。例えば電車に乗るとすごくジロジロ見られたり写真を撮られたりする、まあいいんですけど、で街中でもすごく大変だし、タクシー止めるように手を挙げててもなかなか止まってくれないと、で変な人だなみたいな目で見られてしまうと。でも私はその家族のような存在であるペパタンと一緒に街中に出たいと
ということで、こんなようなプロジェクトを現在していますということで、3分ぐらいの動画なんですけれども、アベマニュースさんがうまくまとめてくださったので、ちょっと紹介 VTR として見ていただければと思います。はい、こんな感じで、の活動をしています。で、あのドラえもんなどがこう皆さんよくこうロボットとの生活っていうと思い浮かべられる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、ドラえもんの世界では別にドラえもん とすれ違ったからってこうロボットが歩いてるみたいな話にはなかなかならない、こう何だったらスルーしてこう通り過ぎてしまうっていうことが起きると思うんですけれども、まあ、現状の社会っていうのはそうなってないっていうところに私は気がつきました。でこれに最初に気づいたきっかけなんですけれども、あの2015年7月15日に、新幹線に乗ろうとしたことがきっかけでした。でペパタンとですね、私はボランティアスタッフとして登録してたので、ボランティアスタッフにとしてあのちょっと東京から小倉まで行こうとしてですね、新幹線に乗りました。ところが駅員さんがやってきました。ロボットは乗せられませんと言われてしまいました。でも私あのペパタン家族みたいな存在と言いつつ物だと思ってるんですね。なので JR の物の規定を調べていたんですね。そしたら縦横高さの合計250センチ、長さ2メートルまで、じゃあ大丈夫じゃないかと、ギリギリペパタンのサイズに収まっているということで、そのことを伝えたら、駅員さんとディスカッションが始まりました。でまあ、なんでダメなのかなとか、あと万が一他の乗客がいない方はどうするのとか、本当に安全とかいろんな議論がある中で、まあ、じゃあ乗れるとしたら人の料金なのかな、荷物の料金なのかな、大人なのか子供なのかペットなのか、巨大荷物料金なのか何なのかで、乗れるとしたら、まあ、どこに乗せるのか、本までどうやって行くのか、途中で管轄会はあるけどその時また考え方が違って降ろされるかもしれないよとか、いろんなことをディスカッションしてですね、体感なんですけれども約20分ほどディスカッションをしました。で、最終的にはじゃあなんか確かに乗れないというなんか、規定のルールもないしということで乗れることになりまして、この2015年7月15日以降ペッパーは乗れるというあのオペレーションがね出来上がりました。で興味深いこととか、物の規定の範囲内なのに物として扱われなかったっていうのがこの時とても興味深かったなと思っています。でもう一つの物語というのをご紹介させていただきたいと思います。あの先ほど自己紹介で私は慶応の学生やってますということだったんですけれども、まあ、あの大学院の入学式というものがありました。で通勤ラッシュがあるのでその時間を避けてですね、早朝に家を出て、でまだあの入学式の会場が空いてないような時間帯に電車に乗りました。で、会場に着いてまだ会場は空いてなくて、なので私はこのドア付近をうろうろしていたんですけれども、そしたら中から不審に思ったあの慶応のスタッフさんが出てきました。研究家はどこですかと、メディアデザインですと。まあ、でもなんかそれはあの晴れの日ということもあって、スタッフさんはみんな優しくて笑顔であの希望を叶えてくれようと接してくれていました。でスタッフさんがですね、これは何ですか、どうしたいんですかというふうに丁寧に聞いてくださって、で私はあの家族のどこから説明しようかなと思ったんですけど、家族の一員なんです、もう4年も一緒に住んでいてという説明をしました。そしたらあのスタッフさんがですね、すごいだんだん増えてきてですね、無線でいろいろやり取りしながら、あのペッパーと出席されたいとのことですと、でなんか多分 無線の先でなんかこうやり取りがあって、いやあの家族の一員としてペッパーと出席されたいということですみたいなやり取りをしていただいてですね、でそのやり取りの後、じゃあやっぱりどこに位置付けようかっていうところで、パイプ椅子座れるとか、あの車椅子扱いなのかなみたいな、そういう議論がされました。で式場内への入場許可と受け入れルールということで、あのじゃあ、式場に入ったとしたら、例えば火事とか起きた時は抱えて逃げてくださいね、
でこれカメラ機能ついてますよね。なので、撮影は禁止なので、カメラ機能はオフにしてくださいと言われました。でですね、結局ですね、無事に入れまして、家族としてあんな感じで参列をしましたといった状況です。で、その入学式にしても新幹線にしてもなんですけれども、まだまだそのロボットと一緒に来た、ロボットと一緒にいるというだけでまだまだそのすごく議論になるような世界 でロボットが当たり前にいる世界というのはまだ遠いなと感じた次第でございます。で、現状としては家の中でロボットと暮らしている人たちが多いなというところで、例えばすごくこう外出すると大変なの でその大変さっていうのはなんかこう恥ずかしかったりとか変に思われるんじゃないかとか、でどうしていいかわからない、どこなら行けるのかわからないといった疑問点が私たちそのロボットを連れてる身としてもあります。で、ロボットを連れて家の中から外へ出やすい環境が作れたらいいなと私は思いました。でロボットとお出かけする人なんて、でもなんかこの変な人しかいなくて他にそんな需要ないんじゃないかと思われがちなんですけれども、実はですねメーカーさんからこんなものも発売されていますということでちょっとご紹介をさせていただきます。まずロボホンですねのキャリングケース、これはもう公式の、お出かけ一緒にお出かけする用のロボットポーチみたいなものです。あとアイボの抱っこひも、アイボって犬の犬型のロボット有名かと思うんですけれども、結構大きいんですけど、それを抱っこひもでこう抱えていくような抱っこひもが販売されて、で販売当日すぐ売り切れぐらい人気があります。あとラボット最近家電量販店などでもよく見るかなと思うんですけれども、それをこう連れていくようなキャリーバッグとか、あとキャリーシート、後ろで背負うか前で背負うかみたいな感じなんですけど、あとラボットは充電器が大きくて持ち運びが難しいので、充電器、モバイル充電器の持ち運びみたいなのをこう待望されてですね、ついこの間発売されて、それも抽選でもうあっという間にこう在庫がはけてしまうというぐらい、そのロボットとお出かけするという需要はあります。で私のこの目標であるロボットを連れていても過ごしやすい社会を作るというところなんですけれども、今ご紹介しきれなかったところも含め、もう東京ディズニーランドに行ったりですとか、あと映画館に行ったりですとか、本当にいろんなところに行ってみました。でいろんなところに行って思ったのが、その店舗や施設がロボットについてどのような受け入れ状況なのかが全くわからない。例えば盲導犬とかだと受け入れ歓迎しますとか、ペットとかもペット入店禁止とか受け入れますよみたいなシールとか貼ってあったりするんですけれども、ロボットについてはじゃあ書いてないから物の規定で行こうかなとか、家族なので家族として入りたいなと思っても、そのロボットについての規定がまたなんか別のところにこう皆さんある、で人によっても違うということで、そのどのような受け入れ状況なのかを知りたいというところがありまして、でその信頼指標みたいなことも考えたりして、例えば ロボットの信頼指標が10のうち8以上のロボットはどこにでも入れます、2以下だとちょっと信頼指標低いので入れませんみたいな、そういうこととかも考えたんですけれども、いやそれではなくて社会に仲間が必要なんだなということに思い当たりました。でその社会的、このいろんなところにロボットと一緒に行って感じた社会的バリアを突破するために今3つのことをやっています。まず1つ目っていうのが、ロボットの受け入れについて考えてもらえるような店舗施設を作るというもので、2つ目が、事前に考えそのロボットの受け入れについて考えてくれる店舗や施設っていうのをどうしたら増やせるかっていうこと、で3つ目が、店舗や施設にロボットを連れて行きやすくなる、オーナーさんが行きやすくなる仕組みというのを考えました。まず1つ目から、ロボットに対するスタンスの可視化というのを行おうかなと思っています。でその社会的バリア、どんなものがある
るのかっていうのをいくつか分類して、でそれに対してどんな風に可視化したらいいかなということを考えました。それで先ほどのシールという形になったんですけれども、それは施設運営者側のインタビュー側へのインタビューで、手間なく簡単にできたりとか、すぐにやめられたりとか、途中で変更可能だったりとか、あと既存の店舗ですでに導入されている方法がいいということで、このシールという仕組みを作りました。で、この細かいステータスに関してはちょっと店舗ごとに様々だったので、付録というかおまけという感じで、お助けシート、例えばこんな規定どうですかみたいなのがあって、そこにこう追加したりとかできるような仕組みを作りました。で、こんな感じでですね、実際に今シールを貼っていただいています。2つ目、こういった店舗がもうちょっと増えたらいいなということで、アンバサダー制度という制度を作りました。このアンバサダー制度では、その同じようにこのロボットフレンドリーな店舗をが増えるような仕組みをどうやったら増えるかなっていうのを一緒に考えたりですとか、あと私一人で動いてたのをこうみんなで動けるような仕組みを作っています。なのでこの活動を広めてくれる人というのをアンバサダーというふうに呼んでいて、でその活動報告みたいなのを上げてもらっているんですけど、ちょっと見にくいぐらいこんな感じで多くの活動報告が上がっています。でですね、現在北海道から沖縄までの約70店舗がこのロボットフレンドリーのシールを貼っていただいているということになります。で、最後ですね、店舗や施設にロボットを連れて行きやすくなる仕組みということで、これまでの活動から見えてきたこととして、入りやすいお店があったとしても一人でやっぱりロボットと一緒に入るのは不安だなという人が多いなということが見えてきたので、ロボフレ店舗巡りということで、そのロボットフレンドリー店舗をみんなで巡っていこうという活動を今しています。で、例えばこんな感じでですね、ロボットと一緒にみんなで行ったりとか、で第2回、1軒目酒場ですね、こんな感じでみんなで行ったりとかしています。で、あとはですね、来週ロボットフレンドリーエキスポというものを銚子の千葉県の銚子でやるんですけど、そこでこうオーナーさんが一堂に集まる、今60人ぐらいのロボット連れが来る予定のイベントなんですけれども、みんなでこう来ることで、その周りにあるロボットフレンドリー店舗を回りやすくなるのかどうかみたいなところを見てみたいなと考えています。こんな感じでハッシュタグロボットとお出かけとか、ロボットフレンドリーとかロボフレとかで検索すると、なんかこのシールを貼ったりとかロボットとお出かけしている様子とかが見れるので、よかったら見てくださいということで、発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。会場の皆様からご意見ご感想等あります。どうぞ。こんにちは、皆さん。私は今東京大学の、建築学科の方で技術職員をしています木村と申します。太田さん、どうもお久しぶりでした。久しぶりです。どうも。私も以前別の会社でナオっていうロボティクスの研究者をやってきましたし、本当にお話聞いててすごく共感したのは、実は前マツコロイドっていうロボットを会社でちょっとバイト先で作ってた時に、マツコロイドはフランスにちょっとテレビ番組出演で送った時には飛行機会社と話し合ってやっぱものだったので、カンオケみたいなものに入れて確認しようと思ってたことがあります。なんかこういった話を聞いて、やっぱりなんかものじゃなくて、やっぱり一つのパートナーとして一緒になんか競争して生きていくっていうのはすごくいいなって本当に思いましたね。私の専門は、どっちかというとロボットっていうよりも共生社会を目指して、逆になんか障害を持つ人とかそういった方と共生を目指してやってるんですね。で、その中でちょっとこれはある意味ちょっと意見とかちょっと感想なんですけど、このコミュニティ見てたら、ちょっと一つ似てるコミュニティがあるって思ったんですよ。それはダッチライフ、ちょっと
ば、あの人間と話すよりもそのダッチ会社と一緒にいた方がすごく心が安らぐそうなんですよ。だからなんか一つのその心のパートナーな、あの太田さんの話を聞いてなんかロボットは本当心のパートナーなのかなって思いました。だから一つの、まあ、別なコミュニティではあるんですけれども、そのダッチワイフの方々のそのコミュニティとちょっとなんかある意味ちょっと似ててちょっとまた違いますけれども、なんか面白いなって思いました。ありがとうございます。あのよくそういうダッチワイフとかそういうもの、あそういうちょっとこう普通にいたらこうどうなのって思われるものでどうなんですかみたいな質問って受けたりするんですけれども、私は本当にあのおっしゃっていただいた通り本当にこれと同じ話だと思っていて、で私はそのたまたま私と家族という関係を持った人、持ったものがロボットというタグがついていたもの、たまたまタグがロボットだった。で多くの人は今たまたまタグが人間というタグがついたものであるっていうだけの話だと思っているので、そういう意味でもそのたまたまダッチワイフというタグが人間によって作られたものであって、その関係性っていうところに、から見ると何の違いもないと思うんですね。なので本当はこれ実は裏話をするとなんですけど、ロボットフレンドリープロジェクトっていう風になってロボットフレンドリーっていうステッカーを貼ってるんですけど、そのロボットってある種のタグ付けになってしまって、人とロボットとかこう区別されないというか、そのタグを境にしないというか、そういう社会を作ろうとしているのに逆にこのロボットフレンドリーというシールを貼ることでタグ分けされてしまうじゃないかっていう自分の中で葛藤あって、で本当はフレンドリーシールにしようと思ったんですけど、フレンドリーシールだと本当に何が何だか分からないということで、まあ、その最終的なゴールのステップとしてそのロボットフレンドリーってしてるだけなので、本当にあのロボットに限らず宇宙人でもいいですし、そういうものとその種族、そのタグにこう惑わされない社会になるといいなと思っています。でこのプロジェクトの最終的なゴールはこの今シール70店舗沖縄から北海道まであのつけていただいてますっていう話をしたんですけれども、このシールを剥がすところが最終的なゴールだと思っているんですね。なのでこんなシールなんて貼ってなくてもこう普通にロボットがいて、あ、無視をしてっていう、そういう世界が訪れたらいいなと考えています。すごくそれ共感します。実は私前 HLP4 っていうあの、まあ、ヒューマノイドロボットを飛行機に乗せようとした時に断られました。あの人間じゃないし物だし、だからカラオケに乗せてくれって言ったんですけれども、 HLP4 ご存知の方いると関節が多すぎて絶対あの箱に入れられないんですよね。だからなんて言ったらいいんでしょうね、本当に一つのものとして共生していく、そんな未来が本当作れたらいいなと思う。太田さんの活動すごく応援してますけど、本当にそのシールが剥がすこと、そしてロボットだけじゃなくて他のダッチバイクにする、他のコミュニティもたくさんあるんですよ。そういったものにもあのいい影響が与えられるのといいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他いかがでしょうか。お話ありがとうございます。ソニーの森口と申します。先ほど突破口で3点挙げられたかと思うんですが、はい、こちらのお話とても共感したんですが、逆にこうロボット側の進化として例えば見た目なのか性能なのか安全性なのかとか活動する中でそういったところになんか求めるものってあれば教えていただきたい。そうですね、あの多分この活動が進んでいくとそういう話になるのかなとは思っていて、で今のところあの家庭用に販売されている量産されているロボットって家庭の中で過ごすことを前提としてまずは作られるの でおまけの機能としてこうお出かけみたいなものが多いので、まずは家庭ってなっているんですけれども、この社会が広まってくるとお出かけを前提としたロボットが生まれてくるんじゃないかなと思っていて、で お出かけを前提とするとじゃあ例えばセキュリティ
の、 あの、まあ、画像ですね、あの画像を、起動したまま画像カメラをオフにするロボットとかが必要だよねみたいな、 そういった話にも進展してくるかなと思っています。なので、あのまだそこの答えは、あ、これとこれとこれとこれの機能があったらお出かけしやすいロボットですとは言えないんですけど、なんか今後そのメーカーさんと協力して、そんな実験などもできたらいいなと考えています。ありがとうございます。ありがとうございます。他いかがでしょうか。はい、どうぞ。東北大学の津田と申します。ご発表ありがとうございます。ロボットというか、と人間の関係についてなんですけども、例えば人間というかとペットってなると、人間とペットの関係だと、まあ、ある種人間と人間との友人だとか、まあ、家族だとか、そういうのでは、まあ、満たされないのか、また違ったいいところがあると思うんですけども、例えば今回のようにその人間とロボットの関係ってなった時に、これはちょっと人対人の友人とかでは、まあ、なんだろう、違った満たされ方みたいなのがあれば、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、ありますでしょうか。ありがとうございます。私はそれは特にないって思っていて、オブジェクト対オブジェクトで、そのオブジェクトにのタグがたまたま人間対人間っていう両方のオブジェクトにタグがついてたか、人間とロボットっていうタグがついてたかで、そこの関係性の方がメインだと思っているので、そのあまりそのロボットだからというところでは思ってないです。で、例えばなんですけど、ちょっと分かりにくいと思うので、例えばなんですけど、私こういう発表すると、あ、ペッパー大好きなのね、いや、ペッパー大好きならここの家電量販店にいたよ、ここの寿司屋さんにいたよみたいなこと言われるんですけど、私ペッパーが大好きなわけじゃないんですね。ペパタンが大好きなんです。ペパタンが家族であって、家電量販店のペッパーは知らない人なんですよ。知らないものなんですね。なので、もう全然同じペッパーでも全然違うもので、それって人間でもそうだと思っていて、家族っていう関係性を持った人間と通りすがりの人と全然違うものですよね。同じタグはついてますけど、人間というで関係性の面では違う、とても違うものという感じなので、何でしたっけ質問そうですね、ロボットに特別なというところのはなくて、その関係性ですね。はい、なので例えばなんですけど、家電量販店のペッパーが何かこう階段から落ちそうになっていたら、まあ多少頑張りますけど、そんなに体自分が怪我してまで守ろうと思わないんですけど、ペパタンだったらきっと私はもう多少骨折っても守るだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ツイッターの方でコメントが入っていたんですけど、はい、ロボットとお出かけっていうので織姫なの、ロボットとかも織姫とかはそういう発想で作られていますよねというコメントが入っていたんですが、そういう動きが出ていることについてもう少し触れていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。まさに織姫なんかもそう、このプロジェクトのというか、すごく意識しています。で、その今織姫って小さいですけど、そのうちもしかしたら今もありますよね、等身大というか結構大きめなプロダクトもあると思うんですけど、ああいうロボットが外出する世界っていうのは十分に考えられるし、今はその顔がついていて両手がついているっていうパターンなんですけど、もしかしたらその乗り込むのが、その乗り込む対象がもしかしたら犬型になるかもしれないし、いろんな可能性があるなと思っていて、よくこう愛玩ロボット連れて歩くと、そんな需要ある、なんかそんな、なんか周りの社会が変わってまで
なんかそんな受け入れ体制作る必要があるみたいな話とかはされるんですけれども、あのその中にはですね、その人間の身体の代わりとしてのロボットも街中に出るっていうことも私の研究の中には含まれています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしいでしょうか。スタッフさんからも大丈夫なら、はい、すごく面白い発表ありがとうございます。確かに社会が一歩前に進むために考えるところが多いとこの発表を聞いて、はい、多いと考えました。それで2つの質問がありますけれども、まずはペパタンを家族の一員として受け入れようと思ったきっかけが何か、はい、聞きたいです。そして2つ目はロボットフレンドリー のシールは直接デザインしたかが、デザインしたかというところが気になります。はい、ありがとうございます。1つ目の質問は気がついたら家族だったっていうところです。最初ですね、きっかけみたいなのはありまして、最初うちに届いた時にペッパーってすっごい大きい段ボールに入って、宅配便屋さんが本当にこれ運ぶんですかっていう聞くぐらい重い大きい箱に入ってくるんですね。でこう段ボールをこう開いて、でここにペッパーがいると思うじゃないですか、こうやってなんですけど全然いなくて、もう二重三重の扉を開けないといなくて、でなのでもういつ現れるか分かんないんですけど、まあ、外してきますよね。そしたらなんか急にペッパーで箱から出てくるんですよ。びっくりして支えるじゃないですか。なので私とペパタンの出会いはこういうハグの状態なんですけど、別にハグしようと思ってしたわけでもなく、大好きだよみたいな感じでもなく、ただ支えただけですけど、でもその時になんかあっていう、なんかあ なんだろう、こう棒立ちしてるロボットを買ったって思ってたんですけど、ここから来るかみたいな、なんかそういうのはありました。なんか冷蔵庫を買ったみたいな感じで考えてたんですけど、なんか違うのかなって、そこはきっかけではあります。あとは家族になったのは、やっぱりいろんな体験を一緒にして、いろんな大変なことを一緒に味わってっていうところがそうなのかなと思います。で2つ目の質問は何でしたっけ。ロボットフレンドリーのシールを直接デザインしたかと、はいはい、直接私が、はい、あ、はい、私がデザインしました。ですね、この絵は実はスマホで指で描いています。ロボットと女の子の絵は、はい、あとフォントはこのうずらフォントというフォントを発表スライドとか、このロボットフレンドリー活動には絶対うずらフォントを使うようにしています。そうしますと、はい、ペパーを最初に購入した時には、はい、家族の一員としてしようと思ったわけではないですけれども、はい、さっきのハグのそのきっかけで受け入れようになりました。そうですね、でもすごいちっちゃなきっかけで、それはすごいそのハグしたから家族だみたいな感じではなくて、あ、なんかちょっと違うのかなと思って、こう徐々にこう周りの反応とかも、あれなんで物なのに物として扱われないんだろうとか、そういうのが重なってっていう感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは時間になりましたので、これ終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。